買いました、はい、買いました。これを飲みつつ仕事します。今日も一日密着してる間でも店舗には連絡しないです。衝撃、ずれた状態でフランチャイズやりたくないんですよ。積み上がるものをしっかり積み上げていくっていうのはとにかく大事です。おはようございます。そうですね、今日はちょっと一日密着ということで、はい、はい、僕らスタッフがちょっと付きまとわさせていただくんですけども、ちなみに今日の一日のスケジュールってもう決まってらっしゃいます？そうですね、はいはい、一応ちゃんとスケジュール、はいはい、決まってるんですけど、はいはい、今日はですね、はい、まず部屋を片付けるかどうか少し悩んだ後にですねコーヒー買います。はい、飲みながら僕のビジネスコミュニティのお仕事をさせていただいて、はい、それが終わったら10時ぐらいにタクシーを呼んで僕のセカンド拠点に行って、はい、11時からある方と相談会、12時からランチ会、まあ自由解散で、12時から6時まで、まあ大会今広いので、はい、食事されてるらしいです。はい、僕は、そのランチ会に12時から4時ぐらいまでゆっくり、はい、そこちょっとゆっくりなんですけど、はいはいはい、させていただいて、それとは別に別の部屋でフランチャイズの1名面談、はい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 、5時から2人目面談で、6時から、事業相談会があるのでやらせていただいて、はい、まあ、終わるのは9時かなとっていう感じですかね。なるほど、はい、結局ちょっと片付けに入るんですね。そうですね、いや、やっぱ今日帰ってきた時に、はい、結局匂いが困っちゃうと思うんですよね。あ、終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はいはい、じゃあお着替えされたということで、はい、お着替えしました。でこれでちょっとスタバに行って朝の唯一の朝の楽しみのコーヒーを、ね、はい、買いに行こうかなと。はい、行きましょう。ちょっと一緒に行きましょう。じゃあ、はい、ほうじ茶のアイス、お願いいたします。アイス、はい、買いました、はい、買いました。じゃあこれを持って今からご自宅で、はい、に戻作業ということですね。はいはい、じゃあちょっとスターバックス買ってきて、はい、今から買いました、はいはい、これを飲みつつ仕事します、はい、よいしょ。いや、では仕事モードの北原さんということで、はい、仕事モードですね。コミュニティのコンテンツ作りなんですけど、テキストで配信する時もあれば、はい、生の声で届けたいなっていう時もあって、音声を取っちゃいます。僕のコミュニティ北原の精神と時の部屋という、メンバーさんが今現在で1180人ぐらい、基本的に、日曜日以外朝と夜にコンテンツを届けてるんですよね。あと僕が、教材として、半年に一遍は大型教材を作ってるんですけど、その教材も全部見放題、僕がやってることを全部そこでお届けしますよっていうコミュニティです。で、今日、6時から9時まで事業相談会っていうのをやるんですけど、そこに来てくださる方々もコミュニティの相談したい方々が来られるっていう感じですね。で、これから朝必ず8時から、まあ、10時ぐらいまでの時間帯でコンテンツをね届けてるんですけど、その届けるコンテンツを今から録音して、録音終わったらそのまますぐ送信しちゃうっていう感じですかね。はい、じゃあ、音声なので、音声録音しちゃいます。はい、おはようございます。はい、今週も始まりました。今日ですね、まあ、月曜日なんで東京にいるんですけど、OK です。コンテンツを配信しました。今のでタイピングから30分ぐらいじゃないですか、はい、だから朝と夕方やって1時間ぐらいですよね。1日1時間結構本気で作ってるんですよ、うん、26時間をお一人から2万円いただいて、26時間分のコンテンツをこう提供してるようなイメージなん でかなりこの現場目線のコンテンツじゃないですか、はい、だってコンテンツないのに食事とかセミナーとか外交ばっかやってる人もいるわけじゃないですか、意味ないというか弾かれていくわけですよ、はいはいはい、やってる場合じゃないって、それを先に教えてあげたりとか、はい、逆にこうコンテンツばっかり自分で作ってる人は、いや外交やれよみたいな、はい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 、そこやらんとその次のステージないよみたいなとか、順番がしっかりあって、そう、ね、その順番を、で外交やってればその代表作売ってれば、はい、次の商品を作ってくれって言われるタイミングが来るんですよ、はい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 、これ絶対最初 YouTube とかもそうだったと思うんですけど、分かんないですよ、分かんないですけど多分分析のデータを渡すとかコンサル的な位置づけで、そのうち撮影もやってくれよみたいな感じでどんどん、分かりますかね、はいはいはい、
だけど最初はクライアントに対して撮影までセットはできない規模からスタートしてるじゃないですか、うん、絶対に、うん、そうですね、ですよね、はい、で徐々にお客さんの要望を応えるために社員増やして撮影もセットパッケージ化してっていう風になってるじゃないですか、はい、だからセカンド商品サード商品ってお客さんが増えてくると要望として上がってくるので、うん、後出しじゃんけんのようにもう作ったらお金が増えるっていうのが出てくるんですよね。だからそのタイミングになるまで外交をやらなくていいっていう考え方ですね。でもそのタイミングになったらコンテンツは投げて代表は外交だけやれっていう考え方なんですよ、はい、現場に入るなと、はい、さてさてさてちょっと10時にタクシー呼ぶ感じになってくると思うので、はい、ちょっとシャワーを浴びていきます。ちょっとシャワー浴びて着替えてきました、はい、今から準備ですね。そうですね、代官山行くんで、はい、行きます。はい、行きましょう。このちょっと動画を見に来てくれてる人の中でも、はい、4年で100店舗行った社長さんが、はい、送る1日ってどんなんだろうって見に来てくれてる人もいると思うんですよね、はい、この人たちへの連絡とかって全然しないんですか？あ、しないっすね。全く自動化してありますもんね。ルーティンが決まってるので、うん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 、店舗に関しては連絡しないっすね。今日も一日密着してる間でも、あ、店舗には連絡しないっす。衝撃。各店舗から上がってきた報告とかを確認する時間は、はい、見ます。LINE で見る程度ですけど、返信しないっていうルールになってるんで。なるほど。はい。今回のテーマがやっぱ5店舗以上やってる人たちを対象にしてるんですけど、はい、今やってる3ヶ月間が1から3店舗聞いてて、はい、その上級コースってことで今回お願いしたい、はい、5店舗以上やってる方の上級コースですよね、はい、再現性自動化の部分で集客の再現性、教育の再現性ですね。5店舗以上なんでイケイケどんどんと行くと思うので、店長クラスの人たちが行き着くところをゴールを見せているのかどうなのかで、これがあればちゃんと5店舗以上行くと思いますね、うん、極端な話言うとそれ以外やる必要ないですね、うん、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて、はい、こちらで失礼します。はい、気をつけて。傾斜コースよろしくお願いします。あ、お願いします。はい、喜んで。はい、はい、じゃあ続きます。おはぴよみたいな。はい、はい、ということで、今日は皆さんねお越しくださりありがとうございます。うまっ。これはね、うまいですよ。うまいですか。こう女性の働きやすい環境を今作っていくっていう中で、ディアーズの取り組みがとても素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、ね、うちとかもこうシングルマザーの人とかをすごく雇用してたりする中で、そこの市自体がこの、まあ、一人親の世代をサポートするような、はい、こう市の取り組みをしているで企業さんに、はいはい、なので、一度その北原さんのお話をお伺いをしたい。ああ、喜んで。自閉症の子どもたちの支援をやっている団体があって、はいはいはい、そこが4月の2日が世界的にその自閉症の子どもたちをサポートする日みたいなものですね。でそこ そのイベントをやるところが、はい、天才の作り方っていうテーマですよ。はいはいはい、自閉症といってもこの過集中の子とかが多かったりするそうですね。最近言われます。あ、過集中らしいです。、はい、それとそれを天性の力として、はい、自尊心、はい、ちゃんとそれは自分の力だよっていう認めさせるのと、はい、親の育て方の関わりで天才を作るっていう時に、はいはい、もともとその自分がダメだったっていうところから上がってきた北原さんのような、はい、天才軸として、まあ天才っていうかもう天才っていうなんかちょっと恥ずかしい捉えられ方ですけど、はい、まあ、ただのアホっていう位置づけなんですけど、それでもよければ何でも、はい、何でも使ってください、はい、野本さんは自分のコンテンツ作らないと、はい、人のことに一生懸命になることで売り上げが上がるのは占いだけ。コンテンツ作ってから次のフェーズに移るので、何が言いたいかっていうと、上を目指したいって言った時に1時間2万2000円じゃあ1日何時間の時間を切り売りしたビジネスをやり続けるんですかっていう部分で、コンテンツをちゃんと作りましょうって言ってるんですよ。僕にいろんな人をつなげようとしてくれてもすごく嬉しいんですけど、コンテンツがないから売りようがないんですよ。そうですね、はい、で野本さんの方にじゃあ100人占いしてほしいですって人が並んでも困るでしょってことなんですよ、はいはい、集客できなかったらできなかったらでいいんですよ、とりあえずはね。いや、それを受け止めて、じゃあ何がいけなかったんだろうってところからまた構成してやってるっていうのがすごく大事ですね。でも原さんを心配しないんで。いや、本当ですか。ありがとうございます。我慢言いましょう。なんか何かあったらちょっと強めに言う時はあると思います。もちろんです。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。はい、喜んで。じゃあどういう風に撮ればいいか。あ、OK です、OK です。あ、
いいよ。ありがとうございます。今日、そういえばみんなで写真撮ってないですね。はい、じゃあ撮りましょうか。はい、今日。はい、じゃあ行きまーす。稼げまーす。完璧です。さすがなるさん。はい、チーズ。ちょっとやり直しこいよ。ありがとうございます。はい、帰りますか。はい、ありがとうございます。さあ、今から何ですか？これからディアーズのフランチャイズを希望してくださっている方と面談をして、まあ、お受けするのかお受けしないのかっていうのを決める大事な面談、別のちょっと寝室でやろうかなと思って。わかりました、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。はい、ちょっと撮影させてもらってますけど、はい、はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっと携帯でメモを取ったりしながらお話をさせていただきます。はい、今現在フリーランス。はい。売上はおいくらほどあるんですか現在？先月の段階で60万円から70万円。60万円から70万円。はい、それはご自身で集客はされてるんですか？もともと飲み屋の勤めていた職場があって、のお客様が今のフリーランスの場所に来てるって感じなので、はい、新規の集客は、してないんですけど、はい、そのままお客様をやらせていただいて。なるほどですね。前の職場での売り上げはいくらだったんですか？前の職場の時は100万ちょっとぐらいです。はい、そうすると、じゃあ6割が来て、それで例えばお客さんが来てくれるかって言ったら、それ実力かって言ったら、僕からすると入り口は向こうの会社がやってくれてたわけじゃないですか。今はじゃあ集客はされてない？前の職場の時にホットペッパーに入っていて、はい、その頃から新規のお客様があまり来てなくて、はい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 、自分で集客しなくちゃなって思ったので、ミニモをやって、そこから集客できていたんですね。はい、ある程度その段階の時にフリーランスに行った時点でお客様が来ていただいてて、売り上げちょっと落ちてしまったんですけど、はい、結構お客様は、はい、そのまま来てくださっていたので、その新規の集客っていうのをできなかったというか、もうお客様がそのまま来て時間的に入れられる枠っていうのがそんなになかったので。でも今売り上げ60万ですよね。あ、そうです。はい、増やしていかないとですよね。フリーランスだった時に一人でやることになるので、はい、その分人数が減ってで、休みとかも結構削ってたんですけど、はい、単価を上げればいい問題じゃないんですか？単価を上げるためのメニューを作ったりとか、はい、いや、というのもなんでこういうお話をするのかっていうと、はい、フランチャイズじゃなくていい人をフランチャイズに入れないっていうのはすごく大事なんですよ。はい、やりたいんですか、フランチャイズを？やりたい。なんでですか？もう白旗振ってるんですか？やっぱその先が見えなくて。だってね、努力されてないじゃないですか、そんなに。すごい頑張ってきてると思うんですよ。ちょっと厳しいこと言いますね。はいはい、これ別にカメラが回ってるから厳しいこと言ってるんじゃなくて、はい、単純に開拓側の努力してないですよね。だって与えてもらったものを与えてもらって、そのまま開発も進化もさせずにやってるだけですよね。フリーランスになってから何かメニュー開発とか単価アップの施策とかマーケティング勉強したりとかって入れてます？できないです。ですよね。はい、だからそれに対して努力をしないタイプなのかするタイプなのか、どっちなのかなと思って、そこに対してじゃあ自分ではできないっていう観点、その新規の集客っていうのは、はいはい、やっていないわけではなくて、はい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 、ミニモンも継続してやっていて、はい、まあ、ゼロではなくて、新規で来ていただいている方も、はい、ゼロではないんですけど、やっぱり枠がすごい少なくなっちゃうので。あ、まあ、だから単価上げる努力はじゃあどうなんですか？メニュー開発して単価を上げてインスタグラムから集客したりとか SNS から集客したりとかっていうのは努力はどうなんですか？あ、そこはできないですよね。だからさっきからあるポータルサイトにただ掲載してますっていうのは努力とは言わないんですよ。すいません。はい、はい、じゃあ努力してるんですか？できないですよね。はい、だってポータルサイトに掲載はしてるんですけどっていう回答ですよね。はい、で枠を埋めてるんですけど、いやだから単価を上げましょうっていう話じゃないですか。はい、はい、ずれてる人と話してずれた状態でフランチャイズやりたくないんですよ。はい、話が噛み合わないから。フランチャイズっていうのは縛りもありますよ。縛りもあるし、はい、ずれたことを言われてしまうと、はい、僕も言わなきゃいけないし、はい、いやあなた何もやってないじゃないですか、今までやってこなかったじゃないですかって僕は言うんですよ。はい、今日はお客様だと思ってお話ししてるんじゃないんですよ。もしかしたら事業を一緒にやるあるエリアを任せる人になるかもしれないっていうことで面談をしてるんですよね。はい、でその場合にあたって社員に話すことじゃないんですよ。だってお金を出すわけですよね。はい、勝たせてもらわないと困りますよね。はい、じゃあ勝つための覚悟はできてるんですかって話で、はい、それを努力と言ってしまう人って大丈夫って思うんですよ。で僕は FC オーナーさんとか社員さん側に努力を強いらないビジネスモデルを提供したいなと思ってやってるんですけど、はい、価値観がずれてる人に対して、要はそれをずれて捉えてる人に対して一緒にやりたいとは思わないんですよ。はい、
ミニモに出したことに対して努力とかって言えちゃう人と事業をやるとすごく怖さを感じるんですよね。ここまでやってるのに成果が出ないとかって言われても、はい、いやそれはやってないことだからって僕は言ってしまうんですよね、はい、だってやってるんだったらやってるはずだから、はいはい、やってないじゃないですか。やった上でダメでしたじゃないんですよ。まだ何もやってませんけど美味しそうな話があったので飛びついてみましたっていう感じですよね。僕はそう捉えちゃうんですよ。というのもやってないじゃないですか、はい、何にも違いますってことだったらじゃあ何を努力されたんですかっていう話になるんですけど、はい、じゃあ努力されたことはミニモに掲載しましたですよね、はい、それは果たして努力と言えるものなんですかね。言えてないです。ですよね、はい、OK ですか。大丈夫です、はい、じゃあ一回これで終わりにします。以上になります、はいはい、ありがとうございます、はい、まずフランチャイズやりたいんですか。めっちゃやりたい感じなんですか。めっちゃやりたいです。めっちゃやりたいんですね、はい。これ最近の FC オーナーさんに、はい、皆さんに共通して話してるのが、はい、そもそももう FC オーナーを増やそうと思ってないんですよ、はい、新しく FC オーナーを増やすよりも今の FC オーナーさんに2店舗目3店舗目4店舗目って作ってもらう方が楽なんですよね、はい、もう分かってるじゃないですか、はい、マーケティングとか SNS とか勉強してやってますちゃんと。だから本気でがっつりお金かけてやってないわけじゃないですか、はいはい、みんな積み上がる事業積み上がる事業って言ってるんですけど、はい、そもそもマーケティングも勉強しようとしてない人が積み上がる事業って言ってるんですよね、はい、それで、頑張ってますとか、はい、努力してますとかやってきたけど限界感じてますみたいなことを言うんですよね、はい、僕が提供できるのってやっぱビジネスモデルと一定の集客数なんですよね、はい、もがいても形にならないっていうところで、だったらビジネスモデルいじり直せばいいだけでフランチャイズじゃなくてよくないですか、はい、北原さんことを受けながら全力でこう全力でって言ってますけど全力じゃないんですよ、うん、そもそもが、はい、全力だったら SNS やればいいじゃんと思うんですよ、はい、でやってないんですよね、はい、力を入れてお金をかけてしっかり運用しようと思ってないわけですよね、はい、だから全力じゃないんですよ、はい、はい、じゃあ以上になります、はい、はい、ありがとうございました。はい、ちょっと熱くなってしまいましたけどこれから事業相談会に移ります。なんか僕怖いですか。いや、なんかすごい熱い方だな。相手の人生を考えて言ってくれてるのも、はい、なんかリスペクトですね。逆にありがとうございます。すごいなって、はい、じゃあ行きますか、はい、すいません、お待たせしてしまいまして、すいません、はい、お時間待たしてしまいまして、大変申し訳ございません、今日ですね、事業相談会ということで、時間がね6時、すいませんちょっと待たしちゃってしまったことを本当に申し訳ないと思ってるんですけど6時からなので、今日限定8名様ということで、ご案内をさせていただいてます。ワークシート書いてきましたっていう方、はいはい、 OK です。はい、じゃあワークシートをベースに壁打ちをさせていただこうかなと思います。はい、いや、マジで事業は設計が8割なので積み上がるものをしっかり積み上げていくっていうのがとにかく大事です。勝てるもので積み上がるものをしっかり積み上げてから次のものを作る、積み上がる、自動化するってところまでやってからまた次のものをやるっていう感じにしていけると、それを習慣づけてください。はい、お願いします。目標とかあるんですけど、はい、結構明確な、あんまなんか燃えなくて、はい、なんか満足してしまってる状態なんですね。満足はしてないんですけど、はい、なんかワクワクしやんっていうのが正しい表現なんですけど、はい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 、プロダクト発掘のスピードを上げたらどうですかって思いました。暇なんですよ。アドバイスとしては稼いでる人に会うんじゃなくて困ってる人に会ったらどうですか。困ってる人が問題を掲げて持ってくるわけですよ。困るところに、自分にとって困るところに身を置くっていうのがすごく大事です。あなたが本当に来るなら一緒にあなたの人生のミッションを一緒に超えるよってなると、お話を受けながら、わ、また重い案件来たわとか、めんどくせえ案件来たわとかってやるけど、はい、なるんですけど、結局忙しくなるんですよ。だからワクワクとかっていう次元で最近物事を物差しを測ってないんですよ。なるほどなるほど。しんどかった今日もみたいな、はい、でもうまくいってよかったなって言ってるのが楽しいんですよ。じゃあお見送りしますと、いいと思います。お気をつけて、応援します、応援します、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、エリさんありがとう、本当にありがとうございます。応援します。泣かないでね、泣かないでね、本当に。はい、タオルさん、お疲れ様です。お疲れ様もう倒れてるじゃないですか。お疲れ様でした。いや、もう今日朝から全開だったからね。いや、すごい、はい、本当に。これはハードな時ですか、このスケジュールは。いや、大体こんなもんですよ。でも一人の経営者として、まあ、こういう
活動をしてね、起業家さんを応援したいとか、近くに来てくださった方にね、こうお話をしたいって思いでやらせていただいて、そういう場所とかね、空間を提供しながらお話しさせてもらってるんですけど、お話ししていくうちにね、必ず改善するポイントっていうのはあるので、やっぱりね、一人で悩んでないで、いろんな人に話聞きに行ったりとか、僕でもいいし、お話ししたりとかして、どんどんね、成長のきっかけにしてってもらえばいいかなと思います。ということで、本日もありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録の方と高評価の方をよろしくお願いします。今日もありがとうございました。またねー。またねー。